根津校長の本棚へようこそ。本日お送りする動画はアニメ勢向けの考察動画になっておりますので、こちらの注意事項に目を通してからお進みください。今回の21話は前回の20話のレディーナガンとのバトルの続きになります。3代目の個性が解禁され、ナガンの闇落ちの真相と、ナガンが今のヒーロー社会をハリボテの平和と呼び続ける理由も明らかになりました。今回の21話は個人的にめちゃくちゃ好きなシーンがたくさん詰まっているので、早速見ていきましょう。今回の20話ではついに3代目の個性が解禁されました。前回の動画でも少し触れましたが、3代目はまだ名前が明かされていませんが、2代目の部下であったことは確かです。3代目は2代目と仲が良くて、2代目が幽閉されていた陽一を助けた時も一緒でした。2代目が現役だった時、3代目はずっと2代目のサポートをしていて、2代目がデクの考えに否定的だった時も、3代目は最後まで2代目の味方でした。今回解禁された3代目の個性は八景です。八景は力を貯めて、それを少ない動きで一気に発することができる個性です。作者の堀越先生は個性の名称を充電にするか八景にするかギリギリまで迷っていたそうなので、効果的に充電に近いものがあると言ってもいいでしょう。デクがスクワットを突然始めたのは八景で力を貯めるためでした。八景は力を貯めて発するという単純な個性ですが、ワン・フォー・オールの超パワーを用いたスマッシュなどと合わせるとかなり強力です。レディー・ナガンとの戦いの中で、レディー・ナガンの過去、闇落ちした理由と公安の本当の闇が明らかになりました。ナガンは中学生くらいの時に小さい頃のホークスと同じように公安にスカウトされました。公安の人たちに具体的に何を言われたかは明らかになっていませんが、ナガン曰く、キラキラ輝く星だけを見せられた。おそらくナガンは小さい頃のホークスと同じようにヒーローになることを夢見て、人を守れるヒーローにしてあげるよと公安に言われたんじゃないでしょうか。しかし、ナガンに任された仕事はキラキラ輝くヒーローとはほど遠いものでした。自警団が英雄視され信頼を得ていた時代にプロヒーロー制度が作られ、ナガンに任された仕事はヒーローへの信頼を傷つける恐れのある人の排除。人々がまだ個性という超能力を恐れていた時代に、個性を使って人々を守るヒーローへの信頼を維持し強化するための仕事。ヒーローへのテロを計画していたグループも、ヴィランと手を組んでお金を得ていたヒーローも、公安の上層部にテロリスト認定をされただけの人も、法で裁く前に始末するように命令され、たくさんの人を殺害してきた。同じく公安でヒーローに育てられたホークスは家族の全面的支援と引き換えに公安に入ることになったんですが、ナガンも何かしらの交換条件があって公安に入ることになったんじゃないかなと思っています。なぜなら、ナガンもホークスと同じく公安には逆らえない、自分には拒否権がないと言っていた。そんなナガンは仕方ない、自分は従っているだけだと自分に言い聞かせていましたが、ある日街中を歩いていた時、子供たちに握手を求められたナガンの中で何かが壊れてしまいました。ナガンは特別だぞと子供たちに手を伸ばしたんですが、キラキラ輝く瞳で自分を見つめていた子供たちに向かって伸ばされたその手は、ナガンが今まで始末してきた人たちの血で真っ赤に染まっているように見えました。昔の自分と同じようにキラキラした目でヒーロー、自分を見つめている子供たちを目の前にして我慢の限界が来てしまったんでしょう。公安のやり方に疑問を持つようになったナガンは、綺麗なものだけ見せ続けるのは洗脳と同じじゃないか、その先に何があると公安に疑問をぶつけるようになりました。ナガンの心境の変化を察した公安はナガンを始末しようとしましたが、ナガンの方が早かったです。このような過去があったから、タルタロス脱獄後にナガンは、そんな薄くて脆い虚像の世界を取り戻せば、また自分のように夢だけ見せられて真実に蝕まれるものが出てくると思い、オール・フォー・ワンの支配する未来の方がまだいくらがマシだと感じ、オール・フォー・ワン側につくことにした。ナガンはライフルの個性が使えてかっこよくて見た目も魅力的ですが、本当の魅力は彼女の性格と生き様にあるのです。ヒーローに憧れて
大人に騙されて夢を手に入れたと思ったけど違くて、その後他の子たちが自分と同じように傷つかないように正しいことをしようとした。デクと戦った後もオールフォーワンにやられて黒ゴケになって激痛に苦しめられていただろうに、ナガンはホークスとデクを見て自分の弱さを認めた上で、まだヒーローになれるならなりたいとオールフォーワンの計画を二人に告げた。今までホークスとトワイスのシーン、ヴィラン連合の過去やダビの告発を通してヒーロー側もいろいろやばいかもしれないと匂わせられてきたんですが、ナガンの話でヒーロー側、公安、大人たちの闇がついに明らかになりました。そしてこの戦いのおかげで、今まで善と悪で物事を考えていたデクはとても大事なことに気づけたのです。ちょっとずつ分かってきたところなんです。白と黒だけじゃない、世界のほとんどはグレーで不安や怒りが渦巻いている、だからこそそこに手を差し伸べなきゃ、というデクのセリフ、ヒロアカという作品が伝えたいメッセージそのものな気がします。このセリフを口にした時、デクはシガラキトムラの言葉を思い出していました。全面戦争の中でトムラ君が話したヒーローとヴィランの話。ヒーローは社会を守るふりをしてきた、守れなかったものを見ないふりをして、傷んだ上から蓋をして、結果ウジが湧いた、守られることに慣れきったゴミども、そのゴミを生み出したヒーロー、これまで目にした全てに否定されてきた、だからこそこっちも否定する、だから壊す、理解しなくていい、できないからヒーローとヴィランだ。あの時のトムラ君のモノローグ、エンデバーはわざわざインターバルをどうもと流したんですが、デクはちゃんとトムラ君の話を聞いていました。ここで思い出すくらいには、あの言葉もデクにはきっと響いていたんだろう、知っていたなら何かが違っていたかもしれないと考えるようになったデクは、理解できないからヴィランとヒーローというトムラ君の言葉が引っかかっているんじゃないでしょうか。理解できないからヴィランとヒーローなら、理解できた時はどうなるの。以上、ヒロアカ6期21話の考察と感想をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんは今回のどのシーンが一番好きでしたか。個人的には、世の中は白と黒じゃなくてグレーというシーンがヒロアカの中で5本の指に入るくらい好きなんですが、アニメならではの MVP シーンを選ぶとしたら、ホークスの僕は楽観的なんすよを選びたいです。あの泣きそうな顔と声の演技というか、トーンというか、言い方というか、あれがめちゃくちゃ好きです。皆さんもぜひ好きなシーンなどコメント欄で教えてください。今回の動画はこれで以上になります。もしよろしければチャンネル登録と通知設定の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。